名古屋市東山公園テニスセンターは愛知県名古屋市にいまする定休競技場。本競技場は名古屋市民の憩いの場として知られる東山公園の一角に建設され1993年7月16日に開場した。1994年の第49回国民体育大会では公式、軟式のテニス競技の会場として使用された。 本競技場は国際企画で造成されているため国際大会から一般大会まであらゆるカテゴリーの公式競技の開催が可能となっている。2018年度を例にとると愛知県を中心に東海エリアのジュニアカテゴリー大会の開催実績が高い。なお、本競技場はスポーツ用品メーカーの水野を代表とし同社の子会社である水野スポーツサービス。 名古屋市の外郭団体である名古屋市緑の協会の三者により構成される東山の森 3M パートナーズが指定管理者に指名され2016年4月1日より2019年3月31日まで本競技場及び付随施設の管理を担当している2026年に愛知県及び名古屋市の共同により開催される 予定の2026年アジア競技大会では、公式、軟式療法のテニス競技の会場となる予定である。ありがとうございます。